中国の哲学者、科学者。専門は科学史及び科学哲学。翻訳著作における名前の表記はいずれもトーマス・クーンであるが、場合によってトマス・クーンと表記されることもある。米国オハイオ州シ,ンシナティシのドイツ系ユダヤ人移民の家庭に生まれる。ハーバード大学で物理学を専攻し、1943年にバチェラー・オブ・サイエンス。 1946年にマスター・オブ・サイエンス取得。大学院在学中に科学し、科学哲学研究に興味を持つようになったが、博士号は1949年にそのまま物理学の研究で取得した。ハーバード大学在学中は物理学者のジョン・バン・ブレックの指導を受けている。博士号を取得した後、カリフォルニア大学バークレー校の教授となり、 哲学部及び歴史学部の両方で科学史と科学哲学を教えた。1964年からはプリンストン大学の教授を務め、1969年から1970年にはアメリカ合衆国の科学史学会会長、1979年からはマサチューセッツ工科大学の教授も務めている。そして1994年、肺がんと診断され、 1996年に死亡した。上述に加え、ハーバード大学やボストン大学でも教弁を取った経歴がある。クーンの最も有名な業績は、1962年に発表された主著、科学革命の構造で、科学の歴史が常に累積的なものではなく、断続的に革命的変化すなわち、パラダイムシフトが生じると指摘したことである。 しかし、ポパー、ラカトシュ、ファイアーベントらは、パラダイム概念に対して否定的で、クーンと彼らの間にパラダイムをめぐる論争が起きた。特に、1965年7月13日に行われた、批判と知識の成長と題するシンポジウムにおいて、クーンは徹底的に批判された。クーンが目指したものは、科学の研究現場に内在的で堅実な科学し研究であり、 彼らの論争は、すれ違いの気配が濃厚であった。また、クーンのパラダイム概念は、科学史、科学哲学だけではなく、社会科学や人文科学、果てはビジネス本にまで登場するなど、広く知られるようになったが、多くの場合、クーン自身が意図した限定的な内実からは、外れている。こうした流行の要因には、時代的なものもあるが、 クーン自身の記述の曖昧さも指摘されている。曖昧さについての指摘を受けたこと、概念のアりー拡大利用を嫌ったことから、クーンは後にパラダイム概念に加え、より定義を明確化した専門母系という概念を発表し、科学革命の構造にも大半に際して過失している。クーンから影響を受けた有名な哲学者には、ポスト分析哲学のリチャード・ローティなどがいる。 野江圭一、現代思想の冒険者たち24空運講談社、1998年、198ページ。ISBN4 から06から26万5924から7。ありがとうございます。